1994年、南アフリカ共和国初の全人種選挙で一票を投じるネルソン・マンデラ。その後同国大統領を務めたことは世界的に有名である。ところが2000年代後半に至り、マンデラは1980年代に極中止したという誤った記憶を持つ人が少なからず存在することが確認された。マンデラ効果とは、 事実と異なる記憶を不特定多数の人が共有している現象を指すインターネットスラング及びその原因を頂上現象や陰謀論として解釈する都市伝説の総称である。当時存命中だった南アフリカの指導者ネルソン・マンデラについて1980年代に極中止していたという記憶を持つ人が大勢現れたことに由来する造語で それ以外の事例に対しても広く用いられている。その用語と概念は学術的に扱われるものではなく、一般にはインターネットによって流行的に広まった、ミームの一種とみなされている。ネット上では様々な原因が空想的仮説として噂されており、決定的な定説は確立されていないが、パラレルワールド間の移動を体験したことによるものと、 する疑似科学的な俗説が主流となっている。一方、会議主義の立場からは、この現象は人間の記憶の不確かさによる虚偽記憶に過ぎないとの主張が多く見られる。日本語ではマンデラ効果と表記するのが一般的であるが、ネット上ではマンデラエフェクトまたはマンデラエフェクトという表記も一部で見られる。マンデラ効果とは、 大勢の人々が事実と異なる記憶を共有している、現象を指す俗語で、主にサブカルチャーに関するインターネットコミュニティで使われるものである。その事例は、存命人物の不法や追悼番組、作中の実在しない場面や、セリフ、実際と異なるキャラクターや商標など多岐にわたるが、ほとんどが日常の些細なものであり、個人の現象であればありふれた記憶違いとみなされる。 ものである。しかし、同一の記憶違いが全く面識のない、不特定多数の間で共有されている理由を合理的に説明することが困難であるがゆえに、一種の怪奇現象とみなされている。マンデラ効果を提唱したフィオナブルームによれば、より厳密には記憶の元となった情報源が一切実在しないこと、関連する記憶の内容やエピソードの整合性から、 その記憶の確かさや信憑性が裏付けられていること、並びに、社会的、地理的に関わりのない不特定多数によって一貫して、その記憶が共有されていることを要件とする。よって一般には、個人的な記憶の不確かさによる虚偽記憶とは異なる概念とされる。また、実在する語法や風説などに由来する微説や、限られた集団の中だけで信じられている。 共同幻想の類は含まれないものとされる。なお、その原因を超常現象によるものとする空想的な解釈から因果関係が解明された現象を意味する学術用語の効果を比喩的に用いているが、正規の学術用語として認められたものではなく、また特定の原因を前提とした意味合いも含まれていない。ブルームはマンデラ効果の趣旨を あくまで娯楽的なものとしており、記憶の阻害や違和感に懸念を感じたり、過度に深刻に受け止めてしまうような場合は、医師やセラピストなどの専門家に相談することを強く勧めている。マンデラ効果という用語がネット上に現れ始めたのは2010年のことである。これは当時存命中であった南アフリカの指導者。 ネルソン・マンデラに由来した造語で実際には2013年まで生存していたマンデラについて1980年代に極中死したという記憶を持つ人が大勢現れたという怪現象に対して用いられた。その用語と概念はアメリカの超常現象研究家フィオナ・ブルームが提唱したもので同志が2009年にサブカルチャーイベントのドラゴンコンに 講演者として参加した際にイベントスタッフから聞いたマンデラ国中止の記憶を持つ人々の体験談に橋を発するとしている。それらの記憶は全て事実と矛盾する架空のものであったが追悼式の様子や夫人の演説、その後の南アフリカ各地で起こった暴動など具体的な内容を含むものでブルーム自身もかつて持っていて単なる勘違いだと 思っていた記憶と細部に至るまで一致するものであった。それゆえ、ブルームはこの現象を合理的には説明し得ない一種の頂上現象と解釈した。同志は2010年にザ・マンデラエフェクトサイトを開設し、マンデラ極中止以外にも同様の現象が起こり得る可能性、並びにそれらの記憶がパラレルワールドの代替現実によるものであるという空想的仮説を示した。 ブルームがザ・マンデラエフェクトサイトを開設すると同サイトには同じような経験を持つ人たちからのコメントが多数寄せられマンデラ国中史以外にも様々な事実と異なる記憶が大勢の人々によって共有されていることが判明した2013年にはマンデラの死後間もなくアメリカのコミュニティサイトのレディットでも専用のサブレディットが開設され 多くの体験談や考察が語られるようになった。2015年頃より子供向け本バーンスタインベアーズのスペルを誤って記憶していたと主張する人々が相次いで現れたことによりマンデラ効果がネット上で流行的に広まり2017年にはノーユアメメイ101のエピソードに採用されるなどインターネットミームとして定着するようになった。ドラマ X ファイルシーズン11のエピソードにも登場し、一般にも広く知られる概念となった。日本ではマンデラ効果が提唱される2009年以前からネット上で現実には存在しない事物に関する様々な記憶が不特定多数で共有される現象が都市伝説として語られていた。また、マンデラの死亡時期に関する事例と同様にインターネット掲示板の2チャンネルでは、 ニアを進むの死亡時期に関する集団的な記憶違いが話題となり、2011年に開設された専用スレッドではそれ以外にも事実と異なる様々な記憶について語られるようになっていた。これらの事例が話題となった当初はマンデラ効果と称されることはなかったが、後に日本固有のマンデラ効果の事例とみなされるようになっている。 マンデラ効果という用語そのものは2017年にオカルトニュースサイトのタコナや月刊シムーで紹介され、以後オカルトや超常現象に関するインターネットコミュニティで広く使われるようになった。なお、日本語の文献やメディアでは学術用語の慣例に倣ってマンデラエフェクトをマンデラ効果と訳すのが一般的であるが、ネット上ではマンデラエフェクトまたは マンデラエフェクトと表記する例も一部で見られる。ピカチュウの尻尾は1996年の初登場から一貫して根元が茶色がかった金色である。ところがピカチュウの尻尾の先は黒い、今は黄色だが昔は黒かった気がするといった曖昧な記憶を持つ人は少なくない。ケネディ暗殺時のオープンカーは6人乗りである。キットカットのロゴマークにハイフンは入らない。 ネット上でマンデラ効果として語られている主な記憶の事例を以下に挙げる。世界的には知られていないが日本で独自に語られているマンデラ効果の事例を以下に挙げる。ネット上でマンデラ効果について言及される場合は、超常現象や陰謀論を前提とした都市伝説として語られるのが通例である。その原因の解釈としては、 様々な空想的解釈が噂されており、現在のところ決定的な定説は確立されていないが、この世界とは異なるパラレルワールドを無意識のうちに移動した結果、現実とは異なる記憶を大勢の人々が持つに至ったという説が主流となっている。それ以外にも仮想現実の不具合によるものとする説やタイムトラベラーの過去改変の影響によるものとする説が 話題に上がっている。陰謀論としては、セルンの LHC による高エネルギー物理実験により、パラレルワールドへの干渉や過去改変が起きているという説がしばしば噂されている。また、都市伝説研究家の宇佐和美は、マンデラ効果がインターネットを媒体とした AI の心理操作により、代替現実を創出する計画によるものではないかという陰謀説を提唱している。一方、 スピリチュアル信仰者が自らの理論を主張する際にマンデラ効果を演用するケースが多く見られるようになっている。チャネラーとして広く支持されているダリルアンカは宇宙生命体バシャールからのメッセージとしてマンデラ効果とは人類の集合的合意で選ばれなかった平行現実の歴史が意識の拡大によって認識されるようになったものであると主張している。 これら都市伝説的な解釈の多くは多元宇宙論など現代物理学の理論から着想され学術的に一定の支持を得た仮説を前提とするものであるためしばしば科学的に実証されたものと誤解される傾向がある。しかしそれら要因が人間の記憶に干渉する具体的なメカニズムが示されておらずその因果関係を示す科学的な根拠も乏しいため一般には 疑似科学的な俗説とみなされている。提唱者のブルーム自身は SF ドラマスライダーズになぞらえたパラレルワールド説を好んで引き合いに出し、それが同志の主張としてしばしば紹介されているが、ブルーム本人はそれはあくまで空想的な考察の一つであり、絶対的な主張として述べたものではないとしている。同氏によるとマンデラ効果は本来 SF 愛効果などが不可解な、 現象を空想的に楽しむための概念として確立されたものであり、学術的に真剣に議論するようなものではないとしている。また、現象の作為性が認められないとして、陰謀論としての解釈にも否定的な立場をとっている。しかし、近年陰謀論者らがマンデラ効果を持論に援用するためその理論を曲解するようになり、マンデラ効果の議論が本来の趣旨とは、 かけ離れたものになってしまっているとの苦言を提している。会議主義の立場からは、マンデラ効果を人間の記憶の不確かさによる虚偽記憶としている主張が多く見られる。主な説としては、他の記憶からの連想によるとするもの、記憶の中小化や再構築の過程で生じた作話によるとするものなどが挙げられる。例えば、マンデラの極中詞の記憶については、 同じく南アフリカの活動家であったスティーブ・ビコの極中死と混同した可能性が指摘されている。また、ベレンステイン・ウェアーズの綴りがベレンスタイン・ウェアーズだった記憶については、アインシュタインなど人名によく見られる綴りからの連想で誤って記憶した可能性が指摘がされている。それ以外にも、フェイクニュースの影響によって、事実と異なる記憶が生じたものとする説や、 誤情報効果によって既存の正しい記憶が誤った情報の干渉を受けたものとする説が唱えられている。ブルームはマンデラ効果の事例の中にもそれら回帰的な理論で説明できるものがあることを認めている。しかし、それらは同じ記憶が不特定多数で広く共有されている事実について十分に説明できるものではなくすべての事例について 合理的に説明できる有力な説は現在のところ存在しないと主張している。10時25分で止まった状態のボローニャ中央駅の時計。これは事件のシンボルとして事件発生直後と同じ状態で保存されたものであるが時計が事件発生からずっと止まったままだったという集合的虚偽記憶の原因の一つとされている。マンデラ効果そのものは 学術的な研究の対象となるものではないが、事実と異なる記憶を多くの人が共有する現象は集合的虚偽記憶と称し、その現象の認知科学的な解明が進められている。2009年にイタリアの認知科学者ステファニア・デビートラは爆破テロ事件によって故障したボローニャ中央駅の時計の記憶に関する研究で集合的虚偽記憶の解明を試みている。 時計は実際には1980年に起きた爆破事件によって一時的に故障したがすぐに修理され、以後自然故障する1996年まで動き続けていた。しかし、駅の利用者や職員を対象に聞き取り調査を行ったところ、9割以上もの人が時計は事件発生から現在までずっと止まったままだったと記憶していたことが判明した。 論文ではこの現象は、爆破テロという衝撃的な事件によって時計が一時的に、せよ、止まった事実や、1996年に時計が自然故障して、以来事件のシンボルとして10時25分で止まった状態で保存されていた事実など、多くの人々に印象づけられた集合的記憶の表象が関連する記憶に干渉して起きたものと結論づけている。それ以外にも、 認知科学の検知から集合的虚偽記憶の原因について様々な仮説が唱えられている。主なものとして多くの人々に共有された認知的な要因によるものとする説や社会的圧力への無意識の同調によるものとする説などが提唱されている。ありがとうございます。